はい、ええー、お疲れ様です。まあ、商売はね。思い込むもんじゃないなという風うにいつも思いますよね。うん、やっぱりこう経験とか学習が進むと、どうしてもハマってしまうのが、この思い込みなんですよ。ですので、この思い込みにいつも気づいて、じゃあそうじゃないものをやってみようかなと。こうじゃない方法を試してみようかなっていう風うなテストテストテストがすごく大事なんですよね。まあ、その一つが販売なんですよね。 実際に売ってみなきゃわからないし意外な表現をしてみないとわからないし気づかされること多いんですよ。この前ね吉田さんナミさんからね教えてもらったのは動画を1本も投稿してないのにチャンネル登録8,000人っていうね、まあ、こういった YouTube チャンネルがあるわけなんですよ。でこれはですねチャンネル登録が1万人になったら動画を投稿しますよっていうふうなコンセプトのチャンネルなんですよ。 このチャンネルを見つけるのもすごいですよね。この、こういう風な動画を投稿してないチャンネルって、どうやって人に YouTubeJapan がね、こう知らせてくれるんでしょうね。でもこういう風ないわゆる逆張りっていうのも、やっぱ一部取り上げられるんですよね。実際に現実、チャンネル登録8000人出てるわけなんですよ。動画1本を投稿してないんですよ。いや、これをね、このチャンネルを探すナミさんの発想もすごいなと思いましたね。いや、私もね、実はね、 チャンネル登録がゼロの YouTube チャンネルを探そうと思ってあの手この手で画策したんですけどもいやなかなかね見つからないんですよ、うん、でもどっかにいるでしょうねチャンネル登録が一人もいないとかっていう人はね、うん、まあそれはそれでなんかすごいですよね動画をいっぱい投稿してもチャンネル登録がずっとゼロみたいなのは奇跡とも言えますよねそれはそれで目立つんじゃないかなと思いますしチャンネル登録したら壊れちゃうんでそのコンセプトが チャンネル登録をせずにブックマークかなんかで投稿される動画をねもしかしたら見に行くってことがあるのかもしれないですよねまあだから全ては思い込んでるに違いないという思い込みですよねうんなんかすごくパラドックスですけどもだからこういう動画は売れるに違いないこういう動画は売れないだろうみたいなね、うん、ある程度はでもありますからねどんなことも思い込むべきではないっていうふうに考えちゃうとまた例えば即可塾の塾生さん もうまあ、いろんな活動してますけどもいやそれももしかしたら当たるかもねみたいなことをずっとねあの見過ごしてしまうとほとんど見込みのないものをずっと放置しちゃうことにもなってすごく時間の無駄をさせちゃうんでやっぱ基本的にはねまずはそこそこのヒットを飛ばしていこうよそれと同時にこれはないだろうみたいなのも少しずつやっていこうよみたいなこう両面作戦でしょうかね。 これはないだろうみたいなことをね、ずーっと続けさせても、それいいのかなと思っちゃいますし、あの、やっぱりね、YouTube で稼ぐってことを決めたんだったら、そっから逃げちゃダメだなと。つまりは、いつまでにいくら稼ぐってことをやっぱ決めてもらってね、そうなってない場合は、新しい工夫とかね、新しい努力ってものをこう、組み入れていくとか、そういうふうに、仕様はしていかないといけないのかなってことなんですよ。うん。 動画をたくさん投稿して、偉いですね、じゃないんですよね。もう売れてますか、儲かってますかってところなんですよ。だからそこをね、あんまり追記すると、いや、自分のペースでコツコツやっていきますみたいな感じになっちゃうんですよね。うん、だからそれはダメだよと、と、うん。どっかで稼ぐことを回避している。稼げない自分に、もう妥協していると。だって、稼がないと今の状況は変わんないし、今の状況が変わんないばかりか、その YouTube 活動を 稼げると思ってやってるのに、稼げる方向を見つけ出す前に、いわゆるコツコツってやつ、コツコツやりますな、みたいなのはね、結局ね、やらないってのと同じなんですよ。いい断り文句なんですよ。まあ、ですんでねうん、どっかで励みになるような実績を取らせてあげないといけないんでね。うんそこは、本当に、私の場合は、 あのズーム対談をしてティーアップすると必ず商品が売れるっていう形を今までずっと劣ってきたんでやっぱこうズームに進めてあげることかなと私との対談でね、うん、でその対談をすれば売れる状態は普段私はこうやって少ない再生数の中で醸造しているってところもありますんでこの年末になってねあのやっぱりね成立の依頼ズームの対談の依頼が、うん、結構来るんですけども、うん、週に1回 ズーム対談のセールスしたらもう限界ですからね。それ以上密度増やしちゃうと、ちょっとこれ売り込みすぎになっちゃうんで、バランスがね、一定必要ですよね、やっぱね。月に一回ぐらいがちょうどいいのかなと思いますけども。いや今度年末年始はね、今年はね、<laughs> 自分のっか塾なりオリガしを売り込みたいと思ってるんでね、あんまりもう対談受けたくないなと思うんですけども。まあ、20日を最後に、そこからは自分のセールスをちょっとやっていこうかなと思いますね。 いやまあ、それでやる以上は絶対に売りたいなと思いますしね、うん、やっぱこうセールスして売れませんでしたではやっぱり今後の活動にもやっぱ行きますんでねダメージがね行きますんでセールスしたらまあ高額な商品でも売れていけるんだとかねうん、まあ、少なくとも問い合わせが来るんだみたいないやでもやっぱりやる以上は売っていきたいですよね売るためにやってるわけですからそれ以外の理由は別にないですからね まあ一部こうやって億万長者らしくみたいにねあの楽しみでやってる分とかありますけどもでも大部分は結局は売り上げに向けての、うん、全てがプロモーションってやつですか24時間365日売り上げを求めて動画更新発想の更新行動の更新をしてるわけですから売れなくてもいいやみたいなねまあそんな発想はいらないですね、うん、はいじゃあ以上でございますいってらっしゃい